綺麗なサンルームですね。で、おじいさんの畑から、小麦をね、6つほどちょっと拝借させていただこうかな。いよいよ入っていきましょう。右へ曲がるとですね、ベッドがあるので、銅鉱石がまだ残ってますね。一番長い階段にたどり着いた、おじいさんの代わりに採掘してみたいと思います。皆様、ごきげんよう、ライデンです。前回の動画では KOG 桜ハウスの見学をさせていただきました。なんとですね、浩二さんの前回のマイクラ配信でご自宅がアップグレードされたとのことでね、今回もお邪魔していこうかなと思います。既にね、チラチラ見えておりますけども、なおですね、今回も KOG さんご本人は、ご不在とのことですね。それでは早速お邪魔していきましょう。玄関を通りまして1階部分ですね。1階部分につきましてはさほど大きな変化はないようですね。石切り台の位置が変わってるのと、あと支所台かなが追加されているようです。前回の配信での一番の目玉はね、2階部分の建築でしたからね。ではね、メインの2階へ参りましょう。見てください、全面ガラス張り、綺麗なサンルームですね。どの角度からも光を取り込むことができますね。真ん中に桜がポン、大きな大樹が、生えているのが非常に生えております。一部が吹き抜けの構造になっていることでね、熱がね、こもらず非常に快適に過ごすことができそうですね。やはりですね、2階に桜を植えたのは非常に風情があって、一見ですね、建築が難しくなりそうなんですけどもね、逆に、桜があることによってね、建築に幅を与えているようですね。この辺りさすが KOG さんのセンスといったとこじゃないでしょうか。それではですね、本日の後半パート、2階部分のみならずね、ちょっと採掘場の方にもね、お邪魔してみたいと思います。まずですね、採掘場に行くにあたり、ちょっとだけね、食料を手に入れていきましょう。桜の木を越えて KOG さんの畑から、小麦をね、6つほどちょっと拝借させていただこうかなと思います。まあね、種はきちんと植えておきますので、次のね、KOG さんの配信までには綺麗に育っていることでしょう。家の中だけでなくね、外の庭にもね、桜の木がね、複数植えてあって綺麗ですね。これいいですね。室内の作業台をお借りして、パンをね、2つ、まあ2つあれば足りるでしょう。作っていきます。これで準備が整いました。この採掘場の入り口からいよいよ入っていきましょう。地上からですね、階段で、整備された道をどんどん下っていきます。最初、建築された時ね、1本だったか片側だったかだったと思うんですけどもね、まあ、その影響で階段天井のね、階段の天井が少し低くなっていますね。で、一度ここで右へ曲がります。右へ曲がるとですね、ベッドがあるので、リスポーン地点をね、ちょっと確保しておきましょう。暗くはね、ならないよう、KOG さんがね、松明をたくさん置いてくださっているので、まあ、モンスターはおそらく出てこないと思うんですけどもね、まあ、念のため、ちょっと警戒してね、クリアリングしながら進んでいきましょう。整備された階段をどんどん下って、奥へ奥へと歩みを進めていきます。まあね、もう配信で、すでに鉱石の方はあらかた取り尽くされているようです。配信で指摘されたかな？銅鉱石がまだ残ってますね。これは帰りにちょっといただいて帰りましょう。さあ、ここで下っていた階段が一度上りになっていますね。坑道の段差の多くにね、すでに階段が、整備されていてね、非常に操作しやすいですね。さあ、長いストレートを進み右へ曲がります。先ほどの階段もそうだったんですけども、階段降りて、まあ、1、2マスのね、踊り場が設けてある。実はね、私配信見させていただいて、この構造いいなと思って、この連続してね、ダーッと長い階段よりも石のね、踊り場があることによって、すごくなんか雰囲気が出るなっていう感じでしたのでね、次から自分の建築にもね、しっかり取り入れていきたいと思います。さあ、そうこうしてましたらね、だいぶ奥まってきました。マイクラはですね、地下深くなるとね、なんかこういったね、中途半端な空洞状のね、構造物よく出てきますよね。さあ、これがいよいよ一番長い階段にたどり着いたようですね。ゆっくり下っていきましょう。長い階段の、まあ、深くになってくるのでね、地層がだいぶ入り乱れてきてますね。ここからがいよいよ深層岩のね、深いエリアになってきますね。台座標は0以下でしょうか。階段もね、ちょっともうなくなってしまい、深層岩の段差をね、ゆっくりゆっくり進んでいきます。はい、でね、ついに到着いたしました。 KOG さんがね、採掘配信内で採掘されていた採火層地点に到達しました。結構ね、深かったんで途中ちょっと大変でしたけども、無事ね、到着することができました。それではね、ちょっとだけ、KOG さんの代わりに採掘してみたいと思います。何か出るかな？おー、
デイヤモンドですね、これは。デイヤモンドが出ました、皆さん。これまだ奥にも、奥にもありますね。やったー、ダイヤモンドが取れました。いいですね。これまだあるかな。残りもね、全部取り切っていきましょう。おー、結構ある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 。全部根こそぎいただ。はい、というわけでね、皆様いかがだったでしょうか。今回もですね、格ゲーマーサーバーにお邪魔したというわけではなく、KOG 桜ハウスを再現するという企画動画となっておりました。採掘道とね、その経路に関しましては、動画を何度も、動画配信のアーカイブですねを何度もちょっと拝見させていただきましてね、可能な限りちょっと再現はしてみたんですけども、経路としてむちゃくちゃ長かったので、途中のね、通路の長さが違ったりとか、階段の段数が違ったりとか、微妙にブロックの位置が違ったりする場所はあるかと思うんですけども、ちょっとこればっかりはもうご容赦ください。もう何度も何度も動画を見返して作ってはいるんですけども、ちょっとさすがに視野角度の問題で正確な個数が把握できなかった部分があるので、ちょっとこればっかりはご了承ください。前半のね、 KOG 桜ハウスの方はね、この2階のガラス張りすごく綺麗だなと思って、桜があることによって2階の屋根が高くなって、2階の屋根がこうぐーんと高くなって綺麗な構造だなと思って見てました。上までガラス張りじゃなくてね、本当に2階の屋根のところかな、軒の部分が柵で作られてて、おお、いい、綺麗な、すごく綺麗な建物と思って見てましたね。これからもね、KOG 桜ハウスの進展に関しては、ね、非常に楽しみではあるんですけどもね、 KOG さんのね、配信ペースでゆっくりやっていただけたらなと思います。最後にですね、いつも言わせていただいておりますが、コージ KOG さん、コージナイトの皆様、リスナーの皆様、のね、ますますのご発展を祈願してね、この動画を締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お相手はライデンでした。 See you! またねー。